員様、月刊戦車道編集部からイベントの招待状が届いてます。そう、どんな内容かしら。主催は月刊戦車道編集部とインドのマハラジャ。これは随分大きなスポンサーを連れてきましたね。5000勝ち抜けばそのマハラジャさんより伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントが用意されているみたいです。私は知らないのですが、インドのマハラジャさんってそんなに有名な方なんでございますか？そうね、有名といえば有名だけど、マハラジャは人の名前ではなくてよ、ローズヒップ。有名だけど人の名前じゃないでございますか？何かの謎謎でございますか、タージディ様？マハラジャはラージャと呼ばれるインドの貴族の中で、とりわけ権勢を持つ人のことをそう呼ぶのよ。マハーラージャとも言うわね。すみません、アッサム様、もう一度お願いしてもいいでございますか？ローズヒップさん、マハラジャさんは簡単に言うと偉大な王様ということですよ。ああ、インドの偉い王様ということでございますね。それならよくわかりますわ。ありがとうございますですわ、オレンジペコさん。ところでダージリン、勝ち抜きの商品は伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントとだけで、具体的には何も書かれていませんが。そうね、知性で予測しろということかしら。なかなか会話の妙を楽しめるお方のようね。インドで伝統といえばサリーでしょうか。可愛いから私一回着てみたかったんですよね。現代のマハラジャは格式あふれる豪華な屋敷をホテルにもしているようだから、そのホテルへの招待かもしれないわね。デリシャスといえば私カレーライスは大好きでございますわ。一度にたくさん作れるし、お皿も一人一枚なので家族も大喜びなのでございますわ。みんな肝心なことを忘れてないかしら。インド、伝統、格式、デリシャス、この要素を兼ね備えたもの、それはそれは紅茶ですわ。ああ。そして提供がマハラジャとなれば、ただの紅茶ということはありえない。差し詰め紅茶畑といったところかしら。紅茶畑ですか。黒森峰やプラウダ、そしてあの大笑い女子とも戦うことになりそうですね。ダージリン、セントグロリアーナ女学院専用紅茶畑、良い響きね。みんな聞きなさい、私たちの戦車道、今こそその進化を発揮する時ですわ。はい、頑張りましょう、ダージリン様。ここであなたたちと戦うことになるとは思わなかったわ。まったくですわね。手加減はノーサンキューよ。お互いベストを尽くしましょう。もちろんですわ。こちらこそよろしくお願いするわね。さすがサンダースの K さん、フレンドリーですね。フレンドリーなのはともかく、対戦相手としてはかなりの強敵ですね。それはお互い様ね。こっちも本気で行かせてもらうわよ。アリサ、気合入っているのはいいけどフェアプレーでね。ナオミ、今日はあなたがキーになるわ。頼むわよ。Yes, Mom。 確かに注意すべきはファイアフライです。データ上ではチャーチルの正面走行を抜かれる可能性がありますね。あの火力は羨ましいですね、ダージリン様。もともとはイギリスで使用してた戦車なんですから、我が校にあっても良いと思うのですが。そう簡単にいかないわ。ダージリンの苦労を見てるでしょ。 Everything comes to those who wait。 チャンスは必ずやってくる。待つことも大事なのよ。 What? どういうこと？こちらの話ですわ。確かに上を説得するには機会を待つことも必要ですね。へえ、そっちはなかなか大変そうだね。上が戦車の編成にまで口を出してくるの？そんなの適当に相手しておけばいいじゃない。そうできればいいんですけど、我が校は伝統を大事にしていますから。ふん、どこもそれなりに悩みがあるのね。でも試合にはそんなこと関係ないよ。分かってるわよね、ダージリン。当然ですわ。では
試合を始めましょうか。ルールは殲滅戦、相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。それでは試合を始めます。こんな格言をして、前進よ。ややった方よ。それよりなんでチャーチルはあんなに硬いのよ。カンカン弾を弾かれちゃうから大変だったわ。データではシャーマンでチャーチルの装甲を抜くのは難度が高いですね。チャーチルの装甲は鉄壁ですから。そうね、けど守りが万全に近いんだからもっと攻撃力を上げたいところよね。はい、それはそうなんですけど。分かってるんなら新しい戦車を導入すればいいじゃない。今あるもので最高のものを求める、これも戦車道ですわ。それもそうね、欲しいものが何でもすぐ手に入っちゃうんじゃ人生面白くないもんね。そういうことですわ。今日は楽しかったわ。また会いましょう、ダージリン。シーユー。行ってしまいましたね。ダージリン様、サンダースの計算ってダージリン様とは違いますが良い体調なんですね。そうね、明るい個性でチームを引っ張る体調もいいものよ。はい、でも私はダージリン様や皆さんのような良い体調になることができるんでしょうか。私は私、ケイさんはケイさん、そしてペコ、あなたはあなたの道を見つければいいの。期待してるわよ。はい、ダージリン様。
戦車道ご覧になって遊ばしてなのですわ。はしゃぎすぎよローズヒップ、まだまだ先は長いのよ。その通りね、アッサム。過去の勝利は未来の勝利を約束しない。次の戦いはもう始まっているのよ。アルベルト・ザッケローニですね。その通り。さすがオレンジペコ、優雅な戦車道に油断は不要。次も気を引き締めていきますわよ。はい。あら、今度はダージリ、あなたが相手なのね。ごきげんよ、カチューシャ。ダージリ、分かってるわよね。当然ですわ。友人に手心を加える、そんな優雅ではない作法はセントグロリアーナの戦車道にはございませんの。ダージリン様のおっしゃる通りでございますわ。ですがダージリン様、ブラウダの重戦車はやはりかなりの脅威ではないでしょうか。アッサム、ブラウダの重戦車は確かにデータ上は我が校より強力けれど、強力ゆえに重い KV-2 の砲弾 T-34 の狭い車内というデータを加えると、どうしても装填は私たちより不利になる可能性が高い。その通りよ。脅威をただ恐れるのではなく、脅威を見極め隠れている突破口を見出す、これがデータの使い方なのよ、オレンジペコ。勇気とは恐怖に抵抗し克服することである。恐怖を抱かないことではない。マーク・トゥエインですね。どんな相手にも必ず脅威となるものがある。私たちは大洗からそれを学んだわ。はい、ダージリン様。情報を制する者は戦いを制すですね。戦いは試合の開始前から始まっているの。試合が始まってから慌ててしまうようではとても勝利は望めないわ。私にはよくわからないお話でございますが、やっぱりすごいですわ、ダージリン様、アッサム様。カチューシャたちが装填のことに気づいてないとでも思ってるの？所詮データはデータでしかないじゃない。確かにデータはデータでしかないわね。でも航海における羅針盤のようにデータは私たちを導いてくれるわ。どんな試合でも勝利への道は必ずある、そういうことですね、ダージリン様。ふん、言葉だけならいくらでも言えるわ。試合で決着をつけてあげる。そうね、戦車道は砲弾で語り合うもの。行きますわよ。了解です。はい、ダージリン様。セーグロ1の俊足がお優雅にぶっちぎってお差し上げですのよ。カチューシャが返り討ちにしてあげるわ。ブラウダ高校、出撃するわよ。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ車を倒したチームの勝利ね。こんな格言を知ってる？それでは試合を始めます。実力のある人間の見つけたよ。これはI'm sorry.
ない時もある。はい、プラウダの伝統的な戦術の傾向、現指揮官の作戦展開の思考予測、データは十分揃っていましたね。カチューシャ、データも悪いものではないでしょ。悔しいけど、カチューシャがどんな指揮をするかっていう癖まで調べ上げたってことでしょ。それでこの結果なら認めるしかないじゃない。でもアッサム様、データとおっしゃいますが、私にはただ文字や数字が並んでるだけにしか見えないのでございますが、これが何の役に立つのか私にはさっぱりなのでございますわ。そうね、データというのはただ集めるだけでは何の役にも立たないのよ、ローズヒップ。データを本当の意味で生かすには、集めたデータを通して対象を深く理解するのが大切よ。それこそ恋人以上にね。恋人ですか。とてもよくわかります。深い理解には対象への深い愛情が必要なのですね。Разумеется, именно потому что нам дорог объект, мы должны узнать все до самых мелких подробностей. なんかちょっと寒くなってない？カチューシャの背筋がゾクゾクするんだけど。恋人や愛情はよくわかりませんが、データが大事だということはよくわかりました。よくわかりませんでしたけど、愛情でぶっちぎればいいということでございますわね、アッサム様。成功するか否かはその人の能力よりも情熱による。チャールズ・バクストンですね。ええ、そうよ。オレンジペッコ、ローズヒップ、二人にはこれからも期待しているわ。はい。2勝目、これで波に乗れそうね。はい、アッサム様、今の私たちなら波どころか竜巻にだって乗れるんでございますわよ。竜巻に乗ったらどこに飛ばされるかわからなくなっちゃいますよ、ローズヒップさん。なるほど、それもそうでございますわね。さすがオレンジペコさんなのですわ。懸命に、そしてゆっくりと、次の戦いも隙を見せずに勝利しますわ。はい。こんな言葉を知ってる？人は運命を避けようとして取った道でしばしば運命に出会う。フランスの詩人ジャン・ド・ラ・フォンテーヌですね。まさかこんな形で大笑いと再戦できるとは思いませんでしたわ。ダージリンさん、お久しぶりです。お久しぶりね、リホさん。大笑いと1対1で戦うのは練習試合以来ですわね。なんだかとても昔のように感じます。あの時は練習試合引き受けてくれてありがとね。あの試合で大笑いの戦車は随分個性的な塗装をしてきましたね。最初に見た時は本当に驚きました。ええ、でも私あれを見て戦車道って自由でもいいんだって思ったんです。今度は私たちの4号も花を生けてみてはいかがでしょう。きっと楽しいですよ。それは勘弁していただきたいです、イスズ殿。私は可愛くするのは賛成ね。ウサギさんとか可愛かったもん。試合会場で目立ってどうする。生徒会とかすごく目立っていただろう。右も左も分からなかったんだ、仕方ないだろう。でも
会長も喜んでたし、あれはあれでよかったんじゃない、ももちゃん。我々の赤色と黄色に彩られた三突もなかなかのものだっただろう。支配者はこうありたいものだという我ら理想だ。皆さん個性的な戦車で楽しませていただきましたわ。ダージリン、他のチームはともかく、ウサギチームの M さんは砂漠迷彩なのではないでしょうか。え、確かに砂漠用迷彩にデザートピンクはありますけど、ウサギさんチームのみんなどうなのかな。砂漠用迷彩なのかしら。砂漠用迷彩って何ですか。よくわからないけど、ピンクって可愛くないですか。ピンク色の戦車ってあるんですか、西住隊長。もし本当にピンクの戦車があるんだったら、私たちすごくない。ピンク色の戦車は実際にあるわよ。おお、やっぱりあるんだ。私たちすごい。だよね。知らないうちに戦車のエキスパートみたいな感じ。ま、場所を選ばないとかえって目立ってしまうけど。そうですね。西住隊長すみません、私たち本当は戦車を可愛くしたくてピンクに塗っちゃったんです。うん、でも今はちゃんと戻しているから大丈夫だよ。はい。さあ美穂さん、試合を始めましょうか。はい、よろしくお願いします。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。こんな格言を知ってる。逆境は実力のある人間の味方。
終了。なんとか勝てましたわね。お疲れ様です、ダージリン様。今回は勝てましたが、着実に強くなっていますね、お笑い女子は。もう、なんでダージリンさんには勝てないの？乾杯です。今回は勝てるかもって思ったんですけど。運命とは、最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶ。シェイクスピアですね。大笑いで戦車道が復活して、最初に私たちと戦ったのはきっと運命だったのよ。運命ですか？この運命は私たちだけではなく、大笑いの皆さんにも良い結果をもたらしてくれたんじゃないかしら。そうかもしれません。最初にダージリンさんたちと試合がなかったら、全国大会も大学選抜との試合も結果が違っていたかもしれません。私たち最初に出会えたのはダージリンさんたちでよかったということですね。ありがとう、花さん。またセントグロリアーナにもいらしてくださいね。良い紅茶を用意してお待ちしています。はい、喜んで。紅茶もいいけど、負けっぱなしというのもちょっと尺だね。はい、ダージリンさん、また挑戦させてください。幸運の女神がノックしたら、すぐにドアを開け。私たちも再戦は歓迎よ。何回でもお相手して差し上げますわ。3勝目、これで折り返しですね。もうどんな相手でもバーンと一発かかってこいなのですわ。クラウズオールウェイズフォロー・ザ・サンシャイン。晴れ空の後は曇り空？そりゃお空は晴れでなければ曇りだと思いますが、どういう格言なのでございますか？宝珠、魔王子という意味ですよ、ローズヒップさん。つまり油断はするなということね。なるほど、勝って兜の王を締めよ。さすがダージリン様、合点承知でございますわ。次も気を抜かずに勝ちに行きますわよ、セントグロリアーナ専用紅茶畑のために。わかりましたでございますわ。セントグロリアーナの皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたしますわ。黒森峰を苦戦させたという実力、間近で見られるのが楽しみですね。天下のクリスティ式の走り、バッチリ見てくれよな。私のクルセイダーもクリスティ式ですことよ。負けるわけには参りませんでございますわ。お、クリスティ仲間か。握手握手握手。ダージリン、こちらの調べでは継続は奇襲を得意とする戦術のようですね。あ、継続高校のミカ隊長ですね。こんな言葉を知ってるかしら。勝利は最も我慢強い人のものである。我慢、それは本当に勝利に必要なことなのかな。どうかしら、時には運命は浮気者ということもありますよね。水の流れは自由に見えるけど、必ず最後は海に向かって流れていくんだよ。ペコ、すみません、アッサム様、ミカさんが入るとちょっと理解が追いつかなくて。ねえ、早く試合始めようよ。そうだそうだ、待ってばかりじゃお腹が減っちゃうぞ。そうね、もう試合を始めてしまいましょう。皆さん、よろしくお願いします。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。こんな格言をし、様子はどうしよう。行動不能。
試合終了。私たちの勝利ですね、ダージリン。セントグロリアーナの皆さん、ありがとうございました。黒森峰を追い詰めるほどの実力、噂は本当だったようですわね。いやー、そんなこと言われると照れちゃうな。黒森峰との戦いに向けて良い経験が積めましたね。人生は経験しなければ理解できない教訓の連続である。アメリカの思想家ラルフ・ワルド・エマーソンですね。継続高校との戦いは良い経験になったわね。ねえねえ、ミッコ、セントグロリアーナの隊長さんってちょっと理解に似てない？そうだな、たまに分かんないこと言うところとかちょっとミカに似てるな。ウィットに富んだ会話は宿女のたしなみとして必要不可欠なのよ。ウィットがありすぎるのもどうかと思いますが。無限に詰め込める小さな箱、それは荷物になったりはしないのさ。何言ってるの？無限に入るのに小さいとか、ミカの言ってることよくわかんないよ。あちらの隊長さんとダージリン、確かに似た者同士かもしれないわね。そんなことはないさ。こんな言葉を知っている？無知である自分に気づくことが知恵の大きなステップとなる。二人とも自覚はないみたいですね。あと一つ勝てばセントグロリアーナ専用紅茶畑。さすがに胸が躍るわね。いよいよですね、ダージリン。お任せください、ダージリン様、アッサム様。どんな相手が来ようがこのローズヒップが成敗してお差し上げなのですわ。ここまで来るとローズヒップの言葉も頼もしく聞こえてくるわね。マジでございますか？ついにアッサム様から言葉遣いを褒めていただきましたですわ。アッサム様は言葉遣いを褒めたわけではないと思いますよ、ローズヒップさん。おしゃべりはここまで。最後の戦い、ベストを尽くしますわよ。はい。ついに黒森峰との試合ですね。そうね、こんな形で再戦できるとは思わなかったけど。全国大会での無念、ここで晴らさせてもらいましょう。残念だけど、何度来ても黒森峰を負けないわ。そうかしら。全国大会では黒森峰のフラッグ社に砲弾を打ち込むところまでは行きましたわ。はい、次は貫くだけです。おっ、黒森峰。言うだけなら誰にでもできるわ。エリカ、それは私たちも同じことだ。試合の決着は試合でつけるしかない。はい、隊長。ペコ、分かっているわね。ティーガー相手に使えるのは APCBC 団だけよ。テイテイコン誹謗付き鉄鋼団ですね。分かっています。素早い装填をお願いね。今回の弱点に確実に打ち込んでみせます。飛ばしてお差し上げなのですわ。試合後は勝利の紅茶をいただきましょう。全社全身。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ社を倒したチームの勝利ね。こんな格言を知ってる？それでは試合を始めます。実力のある人間の
動不能。試合終了。ダージリン様、私たち本当に勝ったのでしょうか。やりましたでございますわ。ダージリン様の大勝利ですのよ。まさか私たちが、黒森峰が負けるなんて。ついにやられてしまったな、ダージリン。やはりこれは夢ではないのかしら。ああ、現実だ。今度は私の方がダージリンに挑戦する番だな。覚えておきなさい。必ずリベンジするわ。いつでも受けて立ちますわ。セイグロの戦車道に逃げるという文字は載っておりませんことですのよ。ローズヒップさん、黒森峰、いいえ、真帆さんは私たちの挑戦を受け続けた。今度は私たちの番ということね。ダージリン様、そういうことだ。よろしく頼む、ダージリン。よろしいですわ。私の、いいえ、セントグロリアーナ女学院の名にかけて、いつでも挑戦を受けさせていただきますわ。データ上では厳しい道のりでしたけど、なんとか5戦勝ち抜けましたね。ついに、ついに私たちやりましたね。おめでとうございます、ダージリン様。私もすごく嬉しいです。みんなよく頑張ってくれたわ。優雅で気品あふれるセントグロリアーナの戦車道を見せることができたわね。そしてついに私たちの専用紅茶畑が。ダージリン様、主催者さんが早速商品を贈呈したいそうです。現地まで案内していただきましょう。インドね、さすがウィットに富んだ方は行動も素早いわね。この鼓動はまるで恋のようですわ。これは畑なのは間違いないようですが、植えられているのは紅茶ではありませんね。セージ、カルダモン、ローリエ、全部スパイスのようです、ダージリン様。へえ、うちの畑より全然広いんでございますわね。さすがマハラジャさんとやらは偉い王様だけのことはあるでございますね、ダージリン様。インドの伝統と格式あふれるデリシャスなスパイス畑です。どうぞご自由にお使いくださいとのことですが、ダージリン様。ダージリン、ローズヒップ。はい、何でございますか、ダージリン様。このスパイス畑、すべて戦車で踏みつぶしなさい。はあ、ダージリン様、私たち戦車はここに持ってきてないのでございますが。そう、ならば今すぐここに学園艦を、いいえ、テトラークを直ちにここへ空輸しなさい。待って、待ってください、ダージリン様。そもそも私たちテトラークなんて持ってませんから。そんなこと関係ないわ。いい、ペコ、こんなものはミットでも何でもないわ。悪質なユーモアというのよ。戦車はありませんけど、あんなところになぜかトラクターがお見えになられてますわ、ダージリン様。ちょうどいいわ、ローズヒップ。サーチ&デストロイ、すべてをなぎ倒しなさい。ちょ、ローズヒップ、余計なことを言ってないで、あなたもダージリンを止めなさい。マハラジャさん、自由に使えとおっしゃられましたわよね。わかりましたわ。自由に紅茶畑に作り変えて差し上げますわ。落ち着いて、落ち着いてください、ダージリン様。